黒崎インターチェンジは、新潟県新潟市西区山田にある国道8号、新潟バイパス、国道116号新潟西バイパスのインターチェンジ。国道8号の長岡方面、国道116号の本町方面へ接続。このインターを境に、西側が新潟西バイパス、東側が新潟バイパスとなる。ハンクローバー型の構造となっており、女池から、 青山方面と昇進から大野町方面の2方面のオフランプが平面交差で交差点名称はそれぞれ黒崎、下山田である。その他のオンランプオフランプは立体交差で接続している。国道上には歩道は設置されておらず歩行者と自転車は IC 外周に設けられた速道を大きく迂回する必要がある。黒崎 IC 南側 国道8号の山田包つ付交差点付近のうち、南区白根、三条市、長岡市方面からバイパス及び、西区青山、新潟県庁舎方面へ向かう車線は、西バイパス、北陸道、新潟バイパス、青山、県庁の3方面にタンク間で分岐しており、利用者から、わかりにくいとの苦情が多く寄せられていた。このため、新潟国道事務所では、 管轄区域で初めて進行方向と車線を色別で案内するカラー連携表示を2009年3月から導入した。方面別の色分けは左側1車線が緑、内側1車線が赤、右側2車線が無着色となっている。新潟バイパスの市畜山、黒崎間が開通した当初は現在の女池から長岡。 青山方面のオフランプのみを使用して暫定供用を行っており、終端部に平面交差を設けて信号処理で接続していた。現在でもこの暫定供用時の名残から黒崎 IC 内ではこの女池方面からのオフランプのみに車線となっており、接続部の交差点名称も黒崎のまま残存しているが、交通量が増大した現在においても、 女池方面から大野町方面と青山方面へ流出する車両交通を分流、清流化する機能を果たしている。その後北陸自動車道の開通に伴って立体交差化され、新潟黒崎インターチェンジとして完成した。さらに、北陸道の新潟市内への延伸工事を呼び、新潟西バイパスの建設に伴って、新潟料金所新潟黒崎 IC の間に、 新潟西インターチェンジを設置し、北陸道とバイパスを分岐する構造となった。また、インターチェンジの名称に、新潟の冠が付くものはすべて、高速自動車国道のインターチェンジとする方針が示されたため、黒崎 IC に改称した。この名残から、一部においては、新潟黒崎 IC という旧称が、今も、なお通称としてまかり通っており、一部の地図や、 観光案内においても表記も修正されないままとなっている。主要地方道である、新潟県道42号新潟黒崎インター線と、新潟県道51号新潟黒崎インター、笹口線の名称もこれに由来するものである。ABC、黒崎 IC、カラー連携表示完成。国土交通省北陸地方整備局、新潟国道事務所。 2016年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年5月23日閲覧新潟バイパスを語る会先駆けの道新潟バイパス記憶が語る記憶詞75ページありがとうございます